湾から始まる沖縄県のサッカーを盛り上げていこう。8月29日水曜日、時刻は午後10時を回りました。皆さんこんばんは。沖縄県のサッカーを盛り上げていこう、パーソナリティの小浜直人でございますよ。はい、もう8月もね終わりますけどね、いいか、毎回なあれだな、日付の話やめとこうな長く脱線するやつはい、今週もですね、シークレーの米さん一緒にね、いろいろサッカーのお話進めていきたいと思いますのでね、皆さんよろしくお願いいたしますよ。はい、今週も進めていきましょう。はいはい、沖縄県のサッカーを盛り上げていこう、サッカーを中心とした情報バラエティ番組です。沖縄県のサッカー情報はもちろん、日本代表からフットサル、ビーチサッカー、そして女子サッカーやキッズまで、あらゆるサッカー関連のお話の中、ワイワイ楽しく会話をしていきながら、サッカーに関わる人たちが少しでもハッピーになれるようなゆるい番組を目指しております。午後10時半までどうぞお付き合いください。この番組はあなたの専属トレーナーになりますフロースタイルエフラボ、接骨院、真心美味でご提供、居酒屋マジュン、バーガーとバーガー&バーパーソルティ、はい、以上各社の提供でお届けいたしますよ。はい、マイク近すぎだからはじゃなくてよ。はいはい、今週もですね、シークレーの米さんに来ていただいてますよ。どうもこんばんは。こんばんは。あ、入ってる、大丈夫。はい、入ってます。 入ってるなありがとうございます。ああじゃない、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。はい、今週もですね、いろいろサッカー情報をお話ししていきたいと思うんですけど、まずはね、はい、FC リーグのお話からやっていきましょう。はいはい、先週の土曜日に第20節の JS リーグがありまして、 FC リーグはグルージャ盛岡とのね対戦ありましたよ。ウークイでね、はい、もう1000人切ってたよ800何人だったかなね。いやいやいや、ザ・ウークイね、もう1000人、まあ、でもね、ウークイでもね、はい、ものだったんですけど、はい、そうなんですね。あの試合結果は5対2と大勝利で、はい、1点先制されて追いついて、で後半また1点成功されてね、はいはい、で2対1からの大逆転、はい、ね、やっぱりね試合は面白かったですよ。面白かったです。面白かったね、はい、誰だみたいななんて言えばいいのかな、結構、はい、試合の流れで見ても面白かったし、うん、要所要所のこの場面場面見ててもやっぱ面白かったので、はい、うまく中断期間を、はい、なんだろう、チーム強化につなげられたのかなっていう、場面がよくなんかよ、場面が感じられるような試合でしたね、はいはい、で5点取った後から退場者を出して、はい、残り10分ぐらいかな、はい、10人だったんだけど、まあ、そこでもね、なんだろう、引いて守るとか、はい、なんか試合を捨てるじゃないですけど、はい、なんか落ち着いたプレーではなくて、そこからでもまだ点を取りに行ってたので、うん、やっぱ内容的に、まあね、3点差もありましたので、はい、もうそういう部分もあるのかなと思うんですけど、はい、あそこからまだ攻めの姿勢を崩さなかったっていうのは、コマナス的には面白かったなと思う試合でしたね。はい、やっぱりこれでね、はい、首位をキープしているので、うん、もうやっぱり続けていってほしいなとも思いますし、そうですね、はい、ただ最初にねちょっとお話ししましたけど、ね、沖縄県内はね、はい、ウークイでしたので、そうですね本当に本当にね、やっぱり俺が見に行ってる中で一番少なかったかなっていう感じではあるんですけど、はい、まあ、もそれはね仕方ない部分はあるの で、 そうですね、 J リーグの日程的なね問題もあるので、ただやっぱりね結果を含めても、はい、多くの皆さんにね、はい、見てもらいたかった試合だったなと思いますけどね、中断期間明けであれぐらいのね対象した試合っていうのは、はい、やっぱり盛り上がりますし、すごいです、すごかったですねすごいです、タナちゃんかも、ね、この結果をね続けていくってことがね、そうですね、お大切なので、選手の皆さんはね、はい、本当にぜひね頑張りましたね、次もちょっと頑張ってもらいたいなと思いますよ。5点も取ったから、ね、得失点差の部分でも ね、本当に最終的には響いてくるかもしれないのでね、はい、はい、楽しみにしていきましょう。この FC 琉球ですが、次節はねアウェーでの、試合になりますが、またその次ね9月8日は、同じくね、はい、演奏の方でまた試合がありますので、そちらがですね、
19時キックはいなっていますが、この日はですね糸満市民デーとなっていますので、糸満市の皆さんはね、はい、無料招待となっていますので、はい、そうですね、ぜひ糸満隣だね、超えちゃったなと思って今あ、無料じゃないんだと思ってそうですね、うん、ちょっと楽しみにしていきたいなと思いますよ、はい、ぜひはい、今日はね、なんだろう、敵かお前は応援しに来たんじゃないのか邪魔しに来たのかお前はい、すいません、相変わらず脱線してますが、はい、あと他にね、はい、沖縄県のサッカー情報としまして、はい、先週ね、九州リーグが行われてましたよ、はい、はい、これはですね、沖縄県内で、両試合行われてたんですが、沖縄エスパワーは熊本教員のね、チームに9対1、いいですね、はい、圧勝ですよ、通常通りですね、通常通り、はい、もう通常通りです、ね、はい、海邦銀行サッカークラブもね、九州三菱自動車相手に2対0で、はい、はい、勝っていますのでね、よかった、はい、共にね、勝ちましたので、で、次の試合が9月2日にもね、また沖縄エスはまた、海邦銀行サッカークラブと、海邦銀行はなかったのかな、次は試合あるんですけど、その次ね、はい、9月9日はなんと沖縄エスパー対海邦銀行サッカークラブの沖縄ダービーがね、はい、沖縄県でありますので、南城市陸上競技場にて午後1時キックオフです、うん、すごい、9月9日ね、はい、ちょっと楽しみにしていきたいなと思いますよ、またね、暑い時間帯ですね、暑いね試合も暑くなるかもしれないしそうですね、ちょっとね、はい、エスパーがね、まあね、うまくなんて言えばいいのかな、来年はいない予定なので、はい、県内で、沖縄県のね、またダービーが、九州リーグの沖縄県ダービーが見られるのも今年までかなと思う部分もありますのでね、はい、ぜひね、はい、この9月9日の南城市陸上競技場午後1時キックのね、はい、沖縄市場対海邦銀行サッカークラブの皆さんね、そうですね、時間合わせて行っていただけたらなと思いますよ、はい、よろしくお願いいたします、よろしくお願いします、はいあとですね、こちらも紹介していきたいと思いますよ、これどれからいこうかな、はい、第30回北中城村長杯沖縄県選抜少年サッカー大会の、はい、告知が出ておりましたよ、ですね、これは9月1日からこれ9月2日になるのかな、うん、予選からね、決勝まで、はい、あってですね、これ北中城はもちろんですが、那覇 FC だったり、八重山選抜、またね、宜野湾選抜、ウルマ選抜とかもね含めて、出ていますので、はい、なかなかね、トレセンの大会ですよね、トレセン大会でありますのでね、はい、会場がですね、またちょっと待ってくださいよ、どこ行った会場会場が行った、宜野湾のね、海浜の多目的、だったり、はい、陸上競技場だったりをね、はい、中心として行っていますので、ぜひね、ねこのカテゴリーでこのね、大会なかなか面白い部分もあるのかな、一応とはね、先週ね、ほら島尻選抜が静岡の藤枝カップから、ね、優勝してましたからね、これもちょっと楽しみだなと思いますのでね、皆さんぜひタイミングを合わせて会場に足を運んでくれたらなと思いますよ、はい敵が忍び込んでるんだよ忍び込んではいないながっつりいるからなはい、あとですね、こちらも、紹介しておきましょう、はい、J 沖縄争奪杯沖縄県女子サッカー選手権大会の決勝がね、はい、今度のこれ9月1日、近町フットボールセンターにて小座高校対三里高校のね、はい、試合がありますので、こちらもまた10時キックオフで、はい、はい、ありますよ、ちょっとね、また大会が違うんですけど、はい、今度はですね、琉球ダイハツカップ、沖縄県高校女子サッカー選手権大会、これはですね、九州大会の沖縄県予選を兼ねているんですが、はい、この沖縄県内の高校のね、うん、大会となっておりますよ、9月15日から決勝戦が9月24日、うん、はい、で女子のチームがですね、やっぱりまた少し増えまして今、うん、全部で23チーム、はい、ありますのでね、これがまた牛上陸上競技場、あと個人だサッカー場などをね、はい、会場にしてまた大会が進んでいきますので、またこの辺のね、はい、紹介もまたしていきたいと思いますので、皆さんにも注目していただけたらなと思いますよ、よろしくお願いします、はい、はい、ですね、相変わらずちょっと時間配分ができていませんので、ちょっとコメントをいくつか読みたいと思いますよ、これは誰だ、スプリームさん、
こんばんは。桜ももこさんが亡くなりましたね。ね。そうですね。びっくりしました。まるこちゃんといえば、Jリーグのね、これはあれだっけ？そうなんですね。エスパルスのサンバガラスでいいのか、はい、長谷川健太とね、大江の木、あと堀家、匠のね、はい、うち、現FC 東京の監督、長谷川健太さんがね、サッカー好きの少年役で出てたんですよね、はい、知ってました。はい、言いました、ね、はい。なんか、大野くんだっけ、あと一人。違うか。あ、まあいいや、ごめん。そうですね、まるこちゃん、ね、はい、なかなか。まだね、お若いのに53歳でしたね。ね、で、もう一つ、シュプリームさんから。今夜もしっかり者のちびっこゲスト。しっかりしてないんだけどさ、まあ、あとね、ナイス、ちびっこナイスって来てますよ。ナイスかな、あの今日お家帰ったら説教で俺。あと、ナルトラさんから、お疲れ様です。後半だけで琉球鮮やかすぎる4点すごかったですねって。そうなんですよ、ナルトラさん、まだいますか？本当に。ありがとうございます。そうなんですよ、ナルトラさんもいたんですか、会場いたの？いた。あー、あー、すいません、もうね、なんか今度見たら声かけます。はい、あと、野内千奈さんから、こんばんは、今夜も来ましたよ、アジア大会ね、テレビ観戦しながら聞いてます。おー、はい、女子サッカーがね、順当に決勝進出、相手は中国、フランスワールドカップのね、アジア予選と同じ流れになりましたねって、はい、女子の試合もね、昨日かな、はい、俺ダイジェストでちょっと見たんですけど、はい、まあちょっと危なげないって言ったらおかしいんですけどね、はい、まあ、順当になんだろうなって、勝ってましたね、はい、まあベストメンバーではないにしろ、いい試合っていうか、まあ注目してる選手もね、何人かいて、コンスタントに活躍、なんか安定してるなっていう人がさ、はい、何人かいて面白いなと思いながら見てるんですけど、アジアカップもね、はい、まだ男女両方残ってますので、ね、そうですね、はい、男子が今日今やってるのかな、そうですね、 UAE とね、どうなることか、いや勝つでしょ、ねえ。ねえってアラカン的ですよ、すいません。他の国はね、21世紀で出てるわけではなくね、そうですね、オーバーエイジもね、オーバーエイジも含めてやってますのでね、はい、日本がちょっとどこまで行くのかなってちょっと楽しみにしながら、はい、はい、また皆さんとね、応援していきたいなと思いますよ。はい、はい、相変わらずちょっと時間配分ができていませんので、この辺で一旦 CM に行きたいと思いますよ。一旦 CM です、どうぞ。一人一人の状態に合わせて適切な施術を行うエフラボ接骨院。バキ、ポキなど痛みを伴う施術は行っておりません。筋膜療法や骨盤矯正などの施術を行っておりますので、なかなか改善できないという方もぜひお問い合わせください。エフラボ接骨院。新鮮な魚介類や野菜を中心に真心美味でご提供。店内はぬくもりのある雰囲気になっており、全ての席が掘りごたつ、6名様までの完全個室を一室完備。オープンキッチンでカウンター席もございます。王者の交番裏側、居酒屋魔順、握り寿司のテイクアウトも受け止まっております。野菜たっぷり使ったボリューム満点のハンバーガー、一度食べたらもうやみつき、思い出したらよだれが出てくる。宜野湾市大山国道58号沿いバーガー&バーボアソルチ。はい、はい、後半もですね、沖縄県のサッカー情報をいろいろお話ししていきたいと思いますよ。すいませんね、相変わらずちょっとバタバタしながらではあるんですけど、今ね、脳内さんから来てたんですけど、あ、違うや、全然違う話になってた、あ、ごめんちょっと脱線してます、すいません。ですね、ちょっとこれもちょっとお話ししておきたかったので、はい、話しておこうか、ちょっと待ってくださいよ。9月9日にですね、はい、来週の日曜日になるんですけど、沖縄県サッカー協会主催になるのかな、誰でも参加できる PK 大会っていうものがありまして、はい、近町フットボールセンターにて、開会式が9時45分から行われまして、競技開始が10時、競技終了予定が14時となってるんですけど、この PK 大会のさ、はい、各コース、このカテゴリーに分かれるのかな、はいはい、何歳で分かれるとは思うんですけど、この PK 大会がね、行われるそうなので、1チーム5名、キーパー含む5本のね、キックで両チーム交互に行うとか、いろいろ書かれてるんですが、はいはい、沖縄県サッカー協会のホームページに載ってましたので、うん、ぜひね、
これがではないんですけど、まあこれがになるのかな、このサッカーのねちょっと入り口になってくれればなと思う部分もありますのでねそうですね、まあ、この大会はぜひ、まあ、サッカーのチームっていうより、まあ、野球部でもサッカー以外のチームのね、うん、参加っていうのが僕的にはすごく魅力なんですけどね、はいはい、うーん、そっか、そう、サッカーをやってない日頃、はい、チームが出てくると、うん、すごく楽しいなと思います、はい、やっぱ野球だったバレーだったり、はいはいはい、日頃サッカーをやってない人でも PK って、ね、まず蹴って止める、うん、そういう単純なところなんで、ドリブルとかってそういうスキルはあまり求められないので、うん、もしかしたら他の競技やってるね野球部が上がってくるかもしれないし、ぜひね、ハンドボールが上がってくるかもしれないしねハンドボールのキーパーすごい上手そうですしね、あのさ、やっぱアジア、はい、アジア大会でさ、はい、あのハンドの試合とか見て、はい、あキーパーうめえなとか、あのサッカーとさ、はい、比べてしまうのはやっぱりサッカーばかなんだろうねそうですね、はい、本当に未知数ですよね、他の競技がサッカーやるに関して、ね、はい、で、サッカーだけじゃないんだけどさ、はい、スポーツだけにあらず、はい、誰かし、なんていうのかな、一人一人さ、はい、必ず適正な何かがあるはずなのさ、はいはい、と思ってるわけ、はい、まあ、俺がサッカーってわけじゃなくてさ、うん、好き嫌いも含めて、あ、すいません、ありがとうございます、この人に合ったスポーツっていうのが絶対あるはずで、はい、そうですね、で、ここ番組でもさ、ちょっとお話ししたことがあるんですけど、はい、なんだっけ、沖縄県じゃなくて、日本サッカー協会が、はい、昔いろんな、なんだ、スポーツの、はい、ジャンルの子供たちを集めてサッカーさせてたのさ、はいはい、なんか怖くないですかテニスの全国大会に出てくる子、はい、バレーの全国大会に出てくる子っての一斉にさ40人ぐらい集めて、はい、サッカーやりませんかってサッカー協会企画でやったんだけど、はい、それはね、俺はワクワクしながら見るけど、はいはい、ね、他の競技の人から見たらね、なんだこの野郎みたいな感じだよね、はい、まあ目的が何かにはよりますけど、まあまあ新たな人材発掘なのかっていうね、そうね、はい、そう、まあ、そう、それでやってました、はい、お前いいな、サッカーやれよみたいなそんな急にですかでも、もちろん皆さんね、それをなんだろう、ちゃんとね、はい、頭で伝えて参加していただいてるはずなので、はいはい、すごいなと思いますけど、ただサッカーだけにあらずさ、もちろん女子の野球もソフトボールとかもさ、はい、含めてなんだけど、バレーとかも、はい、なんかこんな感じでね、ぐるぐる、ぐるぐるってまではいけないんですけど、はい、各種、本当にね、いろんな形でスポーツにちょっと、うん、なんだろう、携われるようなね、形取れたらなと思うんですけどね、そうですね、はい、すいません、はい、相変わらずちょっと、脱線してましたけど、県内出身のね、Jリーガー情報としましては、去年、あ、前節、ちょっとね、調子を上げてきてるんですけど、フロアスタ熊本、はい、所属のね、上里選手、先発出場してたんですけど、うん、また後半ね、途中、ちょっとずつ伸びてきてるのさ、出場機会も、うん、後半20分までとか、はいはい、後半15分までとかだったんだけど、今節はですね、ごめんなさい、前節か、土曜日に行われました前節は、後半の29分、約ね、30分ぐらいまで出てたので、はい、まだまだね、はい、本調子じゃないのかなっていう部分もあるんですけど、まあ、試合もね、はい、ちょっと負けてしまってたので残念だなっていう部分もあるんですが、はい、まあ、まだまだね、活躍していただかないと困りますので、そうですね、はい、まだ若いですからね、ちょっと膝がなのかな、ちょっと怪我の、なんだろう、リリースが出てないので、はい、分からない部分もあるんですけど、ね、こんな時にね、膝とか痛めてたりとかって故障が多い選手ね、若い時でサッカーやりすぎじゃないですか。あ、すみません、ちょっと声でかかったです怒ってる、怒ってるよ、いや僕も含めてなんですか、はい、なんだっけ、昔はあれでしたっけほっときゃ治るって思ってたんです、そうです、ほっときゃ治るって手術したと走ってました、治りません、ダメですね、治りませんよ、はい、すみませんその教訓をね、子供たちに伝えてます、はい、いいですね、はい、そうだよね、今度、あ、そうだ、俺をもう、ね、番組でね、この辺紹介しなきゃいけないのにね、はい、なかなかやってないので、はい、次回ぜひやりましょう、はい、お願いします、ですね、ごめんなさい、メールが来ていましたので、すいませんね、はい、もう今日もスルーするところだったよ、すいませんこれは誰になるのかな、あ、博多の男さん、お、誰だ、誰だ怖いな8月もそろそろ終わりに近づき
29日ですね、パリングですね、はい、おめでとうございます。誰だ最近は、はい、福西が南葛にね、そうですね、現役復帰したり、はい、宮本がね、ガンバの監督になったりと同世代の、ニュースが多いので、中谷でもね、はい、現役復帰したらいいのに、うん、うん、ないいいのに明日はインドネシアで日本代表が発表されるみたいなので楽しみですねって、はい、博多の男さん、ありがとうございます。ありがとうございます。誰だろう、誰ですかね。そうなんですよね、はい、インドネシアで発表ってまたね、斬新ね。いや、もうアジア大会やってるから、まあ、森保監督そこにしかいないんで今日の結果次第でね。そうですね、テンションが高いか、ちょっと低いかいや、もう長期で見てますからね。でもあれをね、はい、そういうことはないのか。大丈夫です、もう決まってますから、メンバーは。じゃあ今いるこの21歳以下の子を連れてったりすんのかな。いや、今回しないんじゃないですか。今回は誰か、やっぱ大会中なんで、ね、はい、控えるんじゃないですか、もしかしたら。ダメ、久保君呼んでください、じゃあ選ばれた人はほらテンション上がって決勝戦も頑張りそうさ。まあそうですね。でも森保監督はどう出るかちょっと見てみましょうね。はい、そっか、そうだよね。そうですね、この辺はね、欲張るところではありませんのでね。まあ同世代でもね、今海外で活躍してる、ね、選手もいますからね。アジア大会出てなくてもね。そうですね、はい、そういった選手が入るかもしれないし、楽しみにしていきましょう、はい、明日、そうなん、明日なのか、楽しみだな。はい、もう一つ、ノーナイチュナーさんからコメントが、はい、昨日女子の準決勝、なでしこリーグで活躍中のね、韓国代表の、イ・ミナを擁する韓国は実質アジア2番手のレベルの力をつけて日本を持ちしていますねって、並ぶにはまだまだ時間かかりそうな印象でした。海外組不在でね、ベストな布陣でなくても菅沢選手のような脇役が主力みたいに、ね、なれるゲームが作れる日本っていう風に来てるのかな。ごめんなさい、途中でちょっと切れてて、俺がパソコン操作できないという。そうですね、違うな、途中で見れないですね。あ、すいません、はい、文字数の問題でしょうか。俺が悪いかもしれない、すいません、脳内さん、はい、でも昨日の試合もね、2点目はオンゴールみたいな形であったんですけど、うん、見ました、ゴール。いや、僕見てないです。見てないですか、はい、で菅沢が、1点目先制ゴール決めて、はい、まあ、追いつかれてではあったんですけど、まあ、韓国の時間もあったかなと思うんですが、うん、でも2点、決勝点は菅さんの折り返しを韓国のディフェンダーがオンゴールしちゃうというような形だったんですけど、はい、まあ、あそこまで、ね、あんだけ攻め続けて、うん、相手のディフェンダーの消耗も激しかったと思うので、ゴールの上にクリアした勝ったのかなっていうイメージなんですけど、うん、はい、もう見事なヘディングでしたね。いや、もう一生懸命だったんですね。はい、もうやっぱりでもあんだけ攻めていた部分もあったので、はい、やっぱりオンゴールしちゃったディフェンダーもちょっと脅威だったんだろうな、うん、もう落ち着く時間がなかったのかなっていう、はい、まあ、そういう時間帯を作ってた日本代表も、まあ、はい、良かったのかなと思いますからね。でも本当になでしこね、うんうん、結果がついてきてなかったので、うん、今まではやっぱりどういった理由があっても結果をがついてくるってことが一番大事ですよね、うんうん、勝ち方はどうあれ、うんうん、もうね、はい、ぜひ優勝していただきたいなと思います、はい、男女アベックでね。そうですね、かな、うん、若い世代はね、うん、女子は頑張ってますからね、はい、初めてらしいですよ、3世代ね、3世代でね全部優勝したの、チームね。面白いな、まあ、これから代表にどんどん入ってきてくれたらなと思いますけどね、はい、お願いしましょう、もう一つ、シュプリームさんから、突然ですがヤングなでしこのゴールキーパー可愛すぎませんかって。いや、見てるところがね、やっぱり、はい、ぜひゲストに呼んでください。呼べないって俺が言ってもああやってくれないから。沖縄に合宿しに来ると思います。いいですね、はい、やばい時間がない。もう一つ、脳内ウチナーさんから、はい、久保建英さんが半端ないって言って、あの少年が半端ないって言ってそうですね、もうイネスタの、ね、前で J1 初ゴール決めてましたねって。サッカーが、あ、ちょっと待ってくださいよ、そうですね、久保くん18歳になったらあれなんですよね、バルサ決まってるんですか、ね、規定路線らしいですけど、まあ、いろんなコメントありますよね。マリノス育成あんま良くないって、まあ、俺がこんなとこで言っちゃダメなのかな。なんでマリノス行ったのかな。まあレンタルですからね、マリノスにはまた FC 東京 ね、 戻りますけどね、出られればね、まあ、今はね、まあ、バルサもでも簡単に戻ってすぐ出れるような感じじゃないようなコメントもありますしね、はい、まあ、
注目していきましょう。はい、あこれのい、あ読めるかな。ノライウチナーさんではなくてスクリームさん。そういえば福西崇史さんが10年ぶりに復帰。あそうそう聞きましたね。高橋雄一さんがね、はい、フォローしてるチームなんですよね。南葛ですし、はい、面白いなと思いますけど。あーやばい。すいません。相変わらず今週もバタバタ喋ってきましたが、時間がなくな、はい、あーやばい、あと30秒しかない。今週もこの辺で終わりたいと思いますよ。この番組はあなたの専属トレーナーになります。エフラボ、接骨院、真心、ビビでご提供、居酒屋マジュン、バーガー&バー、ボアソルチ、以上各社の提供と AC クレーのユーフラさん。またね、今週も聞いてくれた多くの皆さんのおかげで放送することができました。ありがとうございました。ありがとうございます。もう9月に入りますがね、また来週もね、ゆるーく放送していきたいと思いますので、また皆さん来週も聞いてください、はい、ありがとうございます。それではまた来週です。さようなら。さようなら。そうだよ、知らない。